あああああどうもこんにちこんにちはこんにちこんにちこんにちはどうもーこんにちこんにちはいやはや今日も今日とてやっていきましょうか伝説の配信を。 今まさにここに始めさせていただこうかなと思うわけでございますよねどうもこんにちはカタコレスカウチですパチンコに行ったかどうか果たしてどう思いますか皆さん今日の東京のコロナの感染者数は9600人を超えたそうですそんな中俺が パチンコに行くか行かないか皆さんどっちだと思いますかそんな中行くような人間だと思いますかこんにちは皆さんえー、絵描こうかとりあえずねまた、あ、色塗るだけですからねほぼ,ほぼほぼほぼぼほぼほほこんなさ落書き の絵にさ、何日もまたいでさ、絵描いてる。おかしいんだよね。みんなリゼロ見たことあります知ってるみんなリゼロっていう。リゼロっていう作品知ってますリゼロから始める。なんたらかんちゃらみたいな名前の。あんま有名じゃないと思うんですけど。はかったあんま有名じゃないと思うんですけど。皆さん知ってますか僕その作品を今日見たんですよね。1話見た 俺も一気見たんですよね、今日。あんまり有名じゃないと思うんだけど、知らない人の方が多いんじゃないかな。それの一気をね、今日見てたんですよ。朝から。<laughs> 1日で25話見たわ。全部。すごない今日、だから3時間ぐらいしか寝てね <laughs> 3時間ぐらいしか寝てねえんだけど充電充電されてるねよしあれあれあそうか24話かパチンコえたのねえらいぞあれ用事はちゃんと行ったの用事行きましたあれあ大丈夫んこれかえーパチンコに行きました <laughs> <laughs> え、リゼロ見たからさ、行ったよね。今日も。まあ今日もっていうか久しぶりに行ったんですけど、まあ出かける用事があって、しゃーなくね、しゃーなく出かける用事があったんで、まあ行きましたよね。さすがにコロナのせいかわかんないけど、お客が全然いなかったわ。 コロナのせいなのかもしれないけどお客が全然いなかったリゼロ打ったわリゼロ客いないななら安を毎日行くべ<な> <laughs> リゼロ打ちましたしかもなんならあの客もいないししかもそのリゼロが九千人早べやべえ,べやべえ リゼロが、あの、何、出入り口の目の前に置いてあって、あの、人が通るたびに開くのよ、出入り口が。で、そのせいで、めっちゃ寒いっていう、ほぼ外で、リゼロ打つと。ほぼ外で、打たせていただきました、リゼロ。換気もばっちり。これでコロナになってたら、もうあの、怖いわ。 コロナが俺は心理信じられないまあでもなってるかもしれないんでねある程度の照らす席みたいなんうんと超寒かったずーっと人がその近くを通るだけでウィーンって開くわけでそれで風がピューって入ってきて俺が行く店常に満席だよマジでやばおじさんどうも東京すごいことなってるじゃんね 全然いなかったわ俺が行ったところマジで両隣空いてたただ負けましたけどね <laughs> しっかり負けましたけどねやっぱ人がいねえ店ってさあれだななんか勝てる気がしねえわ なんか人が、お客さんが入ってないパチンコ屋とかってなんか勝てる気がしないんだけど、俺だけなんか賑わってるお店の方がなんか、当たりでよく出てる気がする。クソハマったわ、リゼロ。当たりまでやんねえとーっつって。ちなみに、パチンコの大当たり70%、75%ぐらいの、えー、 パチンコの75%の演出って結構当たりやすいんだけど、あの、今日4回外しました。<laughs> 75%超えの演出4回外して、マジでぶん殴ろうかと思いました。負けない。負けました。僕は。リゼロ下手でした。めちゃめちゃリゼロ下手でした、俺。 でもなんでかって、俺は気づいたの。リゼロを18話ぐらいまでしか見ていかなかったの。今日の朝、18話ぐらいまで見て、で、出かけて帰り道に寄ったお店で売ってたから、そりゃそうだよね。知らないで打って出るはずがないと。ただ、めちゃめちゃ釘良かったんだけどね。 釘死ぬほど良かったけど死ぬほどハマったわうざいだから俺は今帰ってきてリゼロを全話見たに一気のいやなんかさリゼロさすごい流行ってたじゃん昔 で、みんながさ、レムレムって言っててさ、えー、なんでレムそんな人気なんだろうって、ずっと疑問に思ってたのよ。ラムもいるし、で、しかもなんなら、せー。いや、それなったけど、外れたもん、俺。それも、いろいろ情報調べて、あの、先バれにして、ポヒューンって言って、赤保留出たけど、あの、確か、先バレ赤保留の、 信頼度が78%とから76%ぐらいあったらしいんだけど、それ外して、俺、本当にぶん殴ろうかと思った。そう、で、なんでだろうなーと思って、なんかまあその、めっちゃもう、18話は、なんか、白芸討伐作戦行くところみたいなぐらいだったかな、確か。レムちゃんが超かわいいところかな、18話、それぐらいのところ。白芸 討伐作戦行く前にレムちゃんが超かわいいかどんくそんぐらいのところだった気がする23回に1回当たる神回は見た後でしょ神回ってどこなんだろうわかんねえけどあれレムがかわいいところまああれはみんなレム好きになるわな <laughs> 一期見た後そう一期見た後はそれはみんなレム好きでも俺結構エミリアめっちゃ好きだったけどなエミリアめっちゃかわいくない みんなレムレム言ってるからさ、あ、レム一択なのかなって思ったんだけど、全然エミリアも可愛かったから。あ、結構全然なんかそんな、レムレム言う。ま、あやっぱレムがすごい可愛いってな。EMT。もちろんあるけど。<T> レミリアも可愛かったよな。めっちゃ。後半聞いな。んーすげえ可愛かった、ね、エミリアちゃん。めっちゃいい子で。俺、 俺はエミリア派。レムはめっちゃ可愛かったけどな。カーってなってた。<laughs> エミリア、あ、エム、レムカーってなってた。ラムはわからん。なんかなんでレムのなんかグッズとかばっかりなんだろうと思ったら、ラムはそんなに活躍しないんだね。ラムは。活躍しないとていうか、そんなに目立たないんだね、ラムはね。 なんか同じぐらい活躍するのかと思ってたけどもうゴリゴリレムレムだったね <laughs> 本あの当にあにリゼロのパでそれでリゼロのパチンコを打ったんだけどあのリゼロのパチンコ死ぬほど思わなかったわえっ3期までやってんのあのマジ死ぬほど思わなかった当たんなかったしのパチンコの,その普通の時って通常時っていうんだけどそれがマジで思わなかった 何も起きなずっとあんまりなろうまあなんかどうだろうね性格はなんかあんま好きじゃないかなあの主人公のなんだっけスバルくんの好きじゃないって言い方あれだけど、まあ、でもなんかただふざけてるだけじゃなくてちゃんとなんか葛藤とかがあるのは結構良かったな なんか最初はさ結構あナローっぽいなと思ってた見してたんだけど、なんか後半に行くにつれて結構すごいことなってたから。前も主人公があんまり馴染めなかった。後半になるにつれてすごいことなってたからすげえと思ってこんな感じなんだって。ナローのイメージ結構変わったわでも。だから前に言ったジョンあれは脳が焼かれた人向きの台。ね全然もなかった。<laughs> まあ当たってないからそれはもちろん思んないんだけどね。2期か。パチンコは当たんないと思んないから。まあ最後の最後で。ね。まあなんか、普通に見るタイミングなかったえっとね、720回転ぐらいまではまって。最初確か俺150回転ぐらいから始まって。 打ち始めてネタ720回転ぐらいまで <laughs> クソハマって <laughs> クソハマってああもうダメだと思ってたら当たって単発でしたね単発 ただ多分リゼロにしては釘良かったんじゃないかな結構リゼロ釘締められてるっていう噂聞いてたから、10回転ぐらい、1000円で10回転ぐらいを <laughs> 予想してたんだけど。でも、3000連打したら、マジで脳が震えるよ。なんかそうみたいね。まあだから、取り返せるんじゃねえかなと思って、当たるまでは打ちてえなと思ったから、まあ良かった。よか、良かねえけど。負けたから。普通に3万負けです、皆さん。おじさん。 普通に3万円負けました怖いですねパチンコってしばらく打てないですねお金がないからまあまあでも楽しいリゼロできたし楽しくはなかったけど <laughs> 面白くはなかったなリゼロ で、俺が、あの、なんかリゼロの台が全然なくて、俺が出て行ったら、なんか後ろにいた姉ちゃんがすぐ俺の台座ってさ、あリゼロやりたかったんだな、この姉ちゃんもと思って、タバコ吸いながら待ってた姉ちゃんが後ろで、チュン俺のリゼロの台を、あんな寒い中よく待ってたなと思って。 当たったかなあの姉ちゃん、リゼロ。俺が全然当てられなかった。700回転はまらした。700回転はまった後に、ちゃんと当,当てて、やめたけどね。でもリゼロ多分、運がいい人がやれば超強い大人だろうなって思った。 普通に単発でも1500発もらえるのいいよね。俺も単発で1500発もらって、1500発あってもどうしようもねえしなと思って、全部使って帰ってきた。当たる可能性にかけて。単発の1500発を全部使って当たらず帰ってきた。 久しぶりにバチング行ったら面白かった。まだ1回も発引いいてないわやば。55%だぜ。相性いいんだね。調子いい時に行きたいね。リゼロは。あってもしょうがねえ理論やめろ。<laughs> あってもしょうがねえ <laughs>。あの、二万五千円までは、マイナスを3万から2万五千円にできたけどね。でもあってもしょうがねえじゃん。そんなん。 キリ悪いじゃんだったら3万負けで最後に可能性かけたがよくないあってもしょうがねえんだよ。あってもしょうがねえから。みんな多分あってもしょうがねえ理論やってるでしょ。まああってもしょうがねえからな。打ち切っちゃうか。 パチンコでの5000円とかってマジでもう意味ないからねなんか最近俺でもパチンコ弱いわ久しく当たり引いてない今日はもう当たるまでやったけど気合であれで1000回転とかハマってたらヤバかったわ髪の毛無事 皆さんぜひ、スケブなどしてみてはいかがですか僕の養分のパチンコのパチ代をくれませんかいやマジでもう1万人とかになっちゃったらやばいね。東京コロナ。 レベルがちげえや俺もめちゃめちゃ人の少ないパチンコ屋の風通し遺跡にいたけどワンチャンかかってるかもしれん9600人,人ぐらいじゃなかったかな確かミリも絶対う観客無理じゃんミリオンって近く最直近でやるんだっけ 2> 2週間後え、マジで絶対無理じゃん。わかんない。めっちゃ急に収束するかもしれん。ガクン。可能性はある。じゃ今度、一回もとりあえず、前は見た。い一期の前は見たから。緊急事態宣言すら出してないの。下がるわけないやん。うまい棒二割値上げらしい。 あ、なんか12円になるんでしょう昨日おとといのタイムシフト見れないけどついに顔バレしたのあれ昨日もできない見れないやべえ昨日のはシンプルにミスだあやべえ昨日の見れなくなってるわあ、できるわよかった昨日のタイムシフト大丈夫おとといはダメ昨日は大丈夫だよね よかった、間に合ったタイムシフトオンにするの。昨日のタイムシフトオンにしたよ。おとといは見れません。残念ながら。気づいてないだけでまた、エロ画像を出してたのかと思った。<laughs> サンキューな。<laughs> 昨日はまたやらかしたのかと思った普通に多分おとといのやつやおとといのタイムシフト非公開のままになってた多分今日の枠もなってるよかった言ってくれなかったら絶対気づかんとサンキューレムちゃんかわいいなでもレムちゃんの絵描きたいわピナナの絵描いたらレムちゃんの絵描こうかな あんなん好きにならない方が無理でしょ。レムのコスプレもし,てしよっかな。俺といえばレムのコスプレ見たとこあるしね。それはみんなレムリン、レムリン言うわ。一時期みんな狂ったようにしたもんな。あのセリフ聞いた後でもパチンコいけるのかあのセリフって 狂ったように言ってたけど何だろうなと思ってたら理由が分かりましたみんな狂ったようにレムリンレムリン言ってた理由がかわいそうだよレムリンが不憫俺が行ってあげようレムちゃんのところに負けヒロインなんだねレムリンは髪の毛無事にマジでかけねえどうしたらいいんだ 負けヒロイン属性を持ってるとは思わなかったプリコネでリゼロコラボ引いてなかったっけエメリア持ってるよ。ラムとエメリア持つする。あレム持ってたかな使うべ。なんかいいね。知らなかったそういう 面白い作品を見れんのはなんか得な気がするわ見てなかったことで楽しみが増える当時は見ないやつが悪いみたいな風潮になってたけど見てなかったことによって今楽しめているというのもこれまた事実うん パチのおかげで。まあそうだねやっぱさパチンコ打つ時とかってさできる限り原作知ってた方がいいなって思う,思うからいて鼻くそをじったら痛かったどうもなんかそのすごいリゼロのパチンコがいいぞみたいな話は聞いてたんだけどそれ原作知らねえで打つのもんかなと思ってだもう俺はとりあえず完璧になったから なんかでも途中からあの変な赤髪のさイケメン騎士みたいなの全く出なくなったな。映画まで見たのいや、1期しか見てない。あくまで1期はあれなんだな。道中なんだな。だってあのほら、なんか変な金髪のロリっ子みたいなのも全然出なかったし、後半。ああいうのはただ、また未来に出てくるんだろうな、2期とかで。それは2期で見れるうーん。 あでももうもうあでもそうか終わり方がすごい意味深だったなもう解決じゃんって思いながら見せたけど最後の最後でえまあ続かなかなったら小説買ってくれ商法でもあるしな,なるほどね続き気になるんだったら小説変えようっていうあれでもあるのかそれはあるなあれ元なろうなの リゼロってえっししラスト追加されたやつ何がああれ何違うの普通のやつはなんか最後の最後でなんか次に繋がりそうなこと言って終わってたよあれ俺が見たやつ違うやつ見た俺もしかして d アニメストアにそれしなんかクジラ討伐して綺麗に終わったのよ。2期やる前あそうなんだ。みたいあれで終わって <laughs> クジラ討伐して綺麗に終わってんだ。じゃあ確実に。俺なんかそのそうなんかしなんか新編集版みたいなの。しかなくて2期やるときに追加されてたのうん。d アニメストアになんか新編集版みたいなの。しかなくて。そう 新編集でそこ追加されてたあ、そうなんだ。なんか違うのかなと思ったら、大して違いはないですよ。調べたんだけど、大して違いはないですみたいな書いてあって、あ、そうなんだ、じゃあいいかと思って。見てたんだけど、その、最後の最後がもう2機用になってんだ、じゃあ。うん。なるほどね。じゃあ2機見ねえとじゃねえかや。えー、俺、綺麗に終わってほし,ってしかったな、クジラ討伐して。 なんかでもあのクジラ討伐も <laughs> あのラオシャンロン討伐してるみたいでちょっとかわいそうだったけどななんかみんなクジラに恨み持ってたけどクジラがそこまで悪いやつじゃねえんじゃないかなと思いながら見せた俺別にそいつはただ生きてるだけなんじゃねえのかそこに人間が介入したんじゃないのかラオシャンロン討伐同じ違和感を覚えながら俺は見せたわ 白桐クジラを生み出したやつがあれだからいなか、ね、ったことににされて大量に消されてるんだろうなんだっけなんかパチンコの演出でもそのクジラ討伐作戦みたいなあるらしいんだけどなんか全く演出も見れなかった俺悲しいマジで 面白くなかった、パチンコが <laughs>。せめて演出見たかったんだけど、まあ、演出見れたらいいかなぐらいに思ってたんだけど、マジで演出も見れなくて、なんかずっとレムが、ずっとレムが鬼が勝ってて、なんかそのレムが鬼がかりモード入ると、なんかあの70、70%以上あるらしいの。ね、70%以上あるらしいの、あの、確率が、大当たり確率が。 にもかかるのそれ三回外して俺。で、イライラしたから、あのー、んだよこれよと思って。<laughs> なんでと思って。じゃあダメじゃんと思って、イライラして、なんかその先読みモードっていうのがあって、行った。先読みモードっていうのがあって、なんかあのー、 熱いのが来たら教えてくれるモードがあるんだけどそれでも70%ぐらいのやつ引いたのに外してマジで俺はあのこの世の全てを憎んだねもしかしかかて2期見て見ないからじゃねあそっかまだ2期見てねえからかりそれだそれはそうだよな1期だけ見た人間には当ててくんねえよななんかスロのリゼロヤバいって聞いたわそれ知ってる のリゼロがやばいっていう情報はやっぱ2機見なきゃダメだな来ねえよ何もなんかスバルが「エミリア君を助けに来たチュ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 ン!」とか言って手つなぐくせに外すのあいつ死に戻れもっと 一回で諦めんな俺も今死んだら死に戻れるかな二機同時視聴す,する。するアマプラとかいないのあったあるんだよいしょ マジで当たんなかっためちゃめちゃ暑いのいっぱい来てたのに暑いだけで、まあ、よく回る台だったから良かったものの1000円で20回転ぐらいを安定してたわ よし、色つけるか。お宝台だよ。お宝台なんかリゼロは釘めっちゃ閉まってるよっていう話を聞いてたからさ。あ、そうなんだと思って。1000円で10回転ぐらいを覚悟してたんだけど。めちゃめちゃ回って。だ3万円で。 あのー、140回転ぐらいから730回転ぐらいまでいったから多分平均で20回転ぐらいはしてると思うちょっと少ないかな20以下ないぐらい19とかかなただマジで当たんなかったからでちょうど3万円しか持ってなかったから やめようって帰ってきたあそこでお金とかおろしてもっと突っ込んだらなんかダメになりそうだったからのめり込まないようにしましょうって言ってたし帰ってこれたの偉いまあ金ないのに粘れんからなうんそうなんだよ結局なまあお金おろせばいいんだけどなんかそこで <laughs> わざわざお金を下ろしてまでやるかって思って。まあんま面白くねえ、台。回るけど。まあ当てたら嬉しいけど。まあまたいつかリベンジだな。一回当たったしね、一応。ほんとその、残り500円で。残り500円で当たってさ。ほんとに。お、やったーと思って。マジで嬉しくて。 2万9500円メートル当たって。やったぜと思ったけど、単発で。えー、で、そのまま全部、あの、出た球全部使って帰ってきた。どうせあってもな。<laughs> どうせあっても負けてんだったら使った方がマシっていう考えでもしかしたら当たるかもしれない。当たるかもしれない運転をして帰ってきた結果。 負けましたけど今度はたったとしたらバンクしないように注意しろよなんかそうらしいねキリがいいところでやめて、ちょだませ。わら嫌です会員じゃないもん今日出かけてたから地元のとかじゃなくて知らねえパチンコ屋だったから じゃ,あしゃあないのうん地元のパチンコだったらあれだったけどなんか地元のパチンコでずっとなんかね、データ見たかりずっと誰かが座ってたみたいでああいけねえんだと思ってこんな髪の毛の色明るかったっけひななまああああああ 金髪にしたてじゃんどっから取ったのよ。ねで変だよね。でもまあこれ光当たってるところから取っちゃったかな。右上から光当たってるからそこ取ったんじゃねえかなるほどね。それっぽい。なんか大変なことになってる。 やっぱシンフォだな。シンフォ。シンフォかユニコーンか。ユニコーンも当たんないとき当たんねえから。なんとも言えねえけど。俺最近319分の1を当てられる気がしねえわ。自信がない。 あー久しぶりに行ったらパチンコ行きたくなってきた、また。やばい、禁断症状。行かなきゃよかった。<laughs> 抑えられてたのに。なんか。依存症発動。ね。ちゃんと抑えられていたのに。久しぶりに行ったら。続々、続々。 お腹空いてる時にちょっと食べて腹余計に減ってるみたいになって <laughs> <laughs> それなしかもゲチャ負けしたからさ今日取り返さないとっていう気持ちまで出てしまっている最悪だあ今日の終始書いとかないとアプリにちょっとさ3時間ぐらいそのせいで3時間ぐらいしか寝てねえからリゼロのアニメが面白かったのと 出かけてたのがあって。しかも、食べたもので腹下したみたいな。は <laughs> 3時間しか寝てね。家で出る、4時間前までリゼロのアニメ見せた。リゼロに客流れてるから、ユニコーン結構客つけようと釘開いてる店。いかりあ、そうなんだ。ユニコーン見てばよかったな。いや、開い,いてなかったらユニコーンかシンフォギアにしようかなと思ったんだけど。 空いてたからちょうど。空いてるかと思って。一応やっとこうかなと思って。はや、なんか話題だし。ただマジで面白くなかったから。しばらくやんないかも。ユニコンも言うてあんま面白くないけど。ユニコンより面白くなかった。通常時。 パチンコの通常時面白くない問題どうにかなんねえかな通常時ってのは当たってない時ね抽選してる時ねただ数字が回ってるだけだから面白くないんだけどなんか最近の台如実な気がするそれが当たった時の演出に全振りで全然面白くない当たるまでが

ただなんか頭がごちゃごちゃになってきたけどねああいうなんかさループものとかってさどの世界線の話なのかがさリゼロの連チャン中ユニコーンよりつまらんぞ汁は出るけどマジで相当じゃん相当つまんねえじゃんじゃあ何が本当にただ金が出る機会ってことかリゼロ俺偉くないコンテンツ見てからパチンコ打つやつなかなかいないぞ <laughs> めちゃめちゃ俺、鏡だと思う、パチンカスの。俺どっちかっていうと演出見たい派だからさ、ワクワクしたい派だから俺は。だからこそ、コンテンツ <laughs> 見るし、原作、シンフォンも見たし。 リゼロも見たもうパチンカスの鏡俺みたいな人間をちゃんと優遇すべきだパチンコ屋は今パチンコ屋がどんどん少なくなっている中で新規として入ってきた俺みたいな人間のためにそういう人間のためにやっぱり あれするべきだと思います。パチンコ屋は出すべきだと思います。出してあげるべきだと思います。3万負けとかしないで。700回転ハマるとかなしで。久しぶりにはまったわ。700も。まあ、400ぐらいまで回して出るっしょ、みたいな荒い考え方だった。荒井さんなのだ。<laughs> みんなは誰派リゼロでも結構あのなんかね騎士隊長みたいな女の人もねかっこよくてねよかったまあ俺はレミリア,ちゃんレミリアタン派見てないけど水ズいのりがかわいいからレム派。 レムエミリアは迷うよな、ぼ全然レムちゃん、あ、エミリアちゃん派なんだけどな。まあ、レムはマジで可愛いけど。なんか最後、超キモくなってたな。えっと、<laughs> ラム派って少ないのね、やっぱり。ラム派 なんか俺本当にああいうループもの見てるとさなんかどこの世界線での話だか分かんなくなってさややこしくならないえこの世界線でその話してたっけみたいにならないちゃんとしてるんだろうけどこの世界線で何でそんなにエミリアはスバルのことが慕っ,ってるんだみたいな ならないんなんでこんなスボルはモテてるんだみたいなこの世界線なんかちゃんとモテてそうな世界線の時もあったからさそれはわかるんだけどん今の世界線ってそういう世界線だったっけみたいななったりもするマジであれだよね もうシンプルにレム…レムゲーすぎたね、一気は。川口がなぜ人気がないのかと同じだぞ。そういうことか。異世界物にハーレムは付き物なんじゃないのまあね。なんかでもさ、俺一昨日ぐらいにあの…なんだっけ…あの…なんたらドールは…着替えたいお前回読んだからさ。 なんかハーレムモノを同時にハーレムモノのラブコメというかまあリゼロのラブコメというのかわかんないけど一緒に見ちゃうとなんかどっちがどっちのキャラクターかわかんなくなっちゃわない <laughs> 俺だけタイトル間違いがひどすぎるそのなんだっけこれ何ドールって読むんだっけこれ奇世界人形は恋をするこれこの間読んだばっかでちょいとか要割に全く覚えてねえじゃねえか <laughs> ビスクドールビスクドールない,や、まあ、いいんだいいことはいい コンキスタドールいいことはいい,ないいんだよ。別に覚えてる覚えてないじゃないから。良い良い良さに関しては。別によい、よ、悪くても良くてもいいじゃんその。いいってことだけ分かってればいいじゃん。こっちかめでいいじゃん。いいじゃん。ビスクドールは、そのビスクドールは恋をする。いいじゃん、いいじゃん。 いいじゃん、いいじゃん、いいんです。いいことは確かだから、いいことが分かればそれでよくない理由はいらない、そこに。予さに、理由なんて。ただ、ハルもだから、ごっちゃになったりもするよね。あれ、あのキャラってどっちに、あのギャルはどっちに出てたっけ あのロリはどっちだのキャラだっけなんかビスクドールめっちゃ可愛いね。なんかお姉さん、お姉さんロリがいるんだけど、なんか一回出てきただけで二度と出てこなくなっちゃって、それちょっとショックだったな。お姉さんロリってなんだあの年上ロリ。OP に出てる。オープニング出てたかなちょっと待って。見てみようか。年上ロリがいて。 まあまあ年上ロリがいるってことぐらいその子がめっちゃ俺好みなんだけどその子がねなんか <laughs> めっちゃいい感じで出てくるんだけどなんかしれっといなくなって全く出てこなくなっちゃったんだよねオープニングノンテロプランジスタボディいや普通にロリロリボバディ流したら怒られるか 多分いいんじゃないかな結構序盤に出てくるキャラだからあ出てる出てるオープニング この子この子 <laughs> この子めっちゃ可愛いねなるほどね <laughs> この子はなんかね<う>あのすげえいい感じで出てくるんだけどなんか全く出てこなくなっちゃって <laughs> 後半から後半っていうか一回出たらなんか結構そのメインキャラなのかなって思ったら、うん 全然一回のあれで消費されてたちょっとことか要素あるいや別に別になんかハーフツインのロリただのハーフツインロリ ロリお姉さんっていいなって思ったピンク髪だけかロリババアロリババアでもないか1個上のロリキャラでキーキーキーみたいな BBA 言うなわら小学生じゃないわよキー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 みたいな,な,ないあの子も可愛かったリゼロのなんか金髪のなんかよくわかんねい <laughs> よくわかんねいやつ あの子も可愛かったなんだっけ名前忘れちゃったビビアベアトリーチェみたいな名前の子福祉の大学に通ってるんですけどベアトリスあベアトリスだっけあの子の話は二貴であるあ二貴であるんだ まあどういう存在なのかとかもね、まだみんなふわふわしてるしね。なんかほんとそれぞれの紹介ぐらいしかしてないでしょ。でもなんかもっと俺、日常系というか、ほのぼのしてるもんかと思ったら結構えぐくて、びっくりした。こんなんなんだ。イゼロって。 ほのぼの系はそんな好きではない。え、ほのぼの系が好き俺は、むしろ。俺今期見てるアニメ、日常系しか見てないもん。バトルモンなんかほぼ見ないよ。リゼロ見たの、バトルモン見たの超久しぶりはリゼロで。眠。<laughs> 漫画はバトルモン多いのに意外。 漫画も言うてバトルもんなくない俺が読んでるバトルもんってヒロアカぐらいじゃない今もあと全部萌えアニメ萌え漫画とかしか読んでなくないだってコミさんはコミショーとかドサンコギャルはなまらかわいいとかそのビスクドールは恋をするとか 何買っってたっけ俺 Kindle が便利すぎてマジであ、怪獣8号そっか怪獣8号買ったわ怪獣8号面白かった夜更かしの歌その縮女は偶像となる俺結構漫画買ってんなあんまりいっぱい買ってるイ,イメージないけど自分で Kindle がマジで便利すぎて、紙の本買いたくない。今持ってるやつも全部 Kindle で買いたい。 絵を描きたくなったのはレムかなエミ,エミリアがかわいいけど絵を描きたくなったのはレム疲れたあ49分ちょうどいいねちょうどいい寝よっかな今日 <laughs> もうダメだ3時間でもリゼロ1日で全話見たから 二十四も見るもんじゃねえわ。一日で。ようやるわ。わら。ふう<ー>。麻雀すっか。眠い。今日はデュエルしないのか。デュエルしたいんだけどね。デュエル。デュエル。リゼロが詰まってる。で,で,で,で。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 シャニの公式グッズは上がってるぞ。嘘。

もっとなんか違う要素でモテてほしいハーレムモノワイもの大体ハーレムものって性格の良さでモテてない<れ>顔とかじゃなくてずるくない、まあ、リゼロハーレムではないけど、まあ、ハーレムみたいなもんでしょ なんかいつの間にかレム,レムリンがスバルのこと好き好き、シュキシュキ大好きになってておもろかったわ。めちゃめちゃシュキシュキ大好きになってておもろかった。可愛かった。そんなに超大好きだったレムってプリコネにいたやつ。レムプリコネにいた。ラムもいるけど、青い子。 なんか最初マカオとジョマみたいな喋り方しててさ、え、レムとラムってこんなマカオとジョマみたいな喋り方するんだと思って。<laughs> そしたら普通に喋るようになりやがった。マカオとジョマって何ですか <laughs> あれマカオとジョマ知らないみんな。<草>みんなもしかしてマカオとジョマ知らない世代そんな可能性出てきたな。どなたクレシンの敵を あのー、クレヨンしんちゃんのヘンダーランドのヘンダーランドのなんだっけなんとかっていう映画に出てくる敵がいるんだけどあのレムとラムと全く同じポーズ取りながら同じ喋り方すんの多分あれレムとラムじゃなくてマカオとジョマだよあいつら魔女パクリ魔女パクリみたいな。 全く同じポーズ取りながら、レムとラム、マカオとジョマ、みんなそう思ってたでしょ、多分当時。レムとラムイコールマカオとジョマ、レムとラム、マカオとジョマ。田田ててレム、ラム、マカオとジョマ。 それリゼロ信者に行ったら殺されるかも <laughs> そう本当なんだってこれがマカオとジョマでしょキモわらわらほら、ツイッターで言ってるやついるよで <laughs> これがレムとラムで、ほらツイッターで同じこと言ってる人いるわ レムとラムがマカオとジョマにいる。マジジョン一緒でしょほら。レムとラムだな。喋り方も一緒だね。喋り方も。マジで。喋り方も全く一緒。マカオとジョマと同じ喋り方すんの。レムとラムも、なんか。なんとかでうや？レム。なんとかねラム。みたいな喋り方が全然違ううだろうがするんだけど、それマカオとジョマも。 全く同じ喋り方するなんとかねマカオ <laughs> あらそうねジョマーマみたいなレムとジョマで同じポーズされたら分からんのマジで同じ完全にマカオとジョマを意識してると思うレムとラムはじゃなかったらおかしいヘンダーランドは面白いから見てほしいね マジで喋り方も一緒なのよ。喋り方も。全く同じ。でも途中からその、見た目は侵略なな。のも意識してるからこそだろうな途中からその喋り方しなくなったけどね。レムとラム。普通に喋るようになりやがった。多分マカオとジョマに似すぎてたんだろうな。 マーカート・ジョマンに似すぎていた結構さ暗黒たまたまヘンダーランド怖えんだよな普通にこのさビスクドールのさ女の子さ原作だと下ピしてるんだけどアニメだとしてないのかな 下ピしててちょっと引いたわ俺 <laughs> 下ピまで行くかと思って下ピまで行っちゃうとちょっとやりすぎじゃないって思いながら読んでたなんか下ピとへそピまで行っちゃうとちょっとみたいな思わない普通のピアスとは一線を隠さない めっちゃかわいいけどいことやったかマリンちゃんだった気がする名前めっちゃかわいいけどねマジで原作への侮辱だな <laughs> 結構でも作者はその下ピアス意識して意識ってかなんか後書きみたいなところに下ピアスを見せるタイミングがありませんみたいな後書き書いてて 多分結構お気に入りポイントの一つなんじゃないかなって思う痛そうだよね下ピアスってシンプルにピアスも痛そうだけどひななのがたいは受けないからアニメで華奢にされたらお前だってきイカヤ穴開けるときに死なないのかなね ひなな、ちょっとずつ華奢にさせられてそうで怖くないなんか新しい、あのー、シャニマスの、なんだっけあれも、なんか華奢だった気がする、ちょっと。シャニマスの、なんていうんだっけ、ああいうの。画像。フォースライブの。画像もなんか華奢だった気がする、ちょっと。見せて。 今探してるけど,どこにあるんだろうあれ。どこで見れるんでしょうかねフォースライブのキービジュアルか。キービジュアルが決まりました。かっけえよな。 なんかでも今回背景とすごい絵がね、ちょっと浮いてる気がする。個人的にはだけどね。合成感が強い気がする。足なんか。足が長いのは、でも一番長いのはあれだろ。ノクチルの。あの 2, 2枚目の CD。これ窓かとか浮いてないすごい。可愛いいひなな。 おはスかななんか背景と浮いてるよねなんかね今回のキービジュどこ座ってんの危なっ怖あそこ <laughs> よくそんなとこで足下ろせるねかしかも半分乗り出してんじゃんこれどうやって日か座ってんのこれ <laughs> 日和ちっさ どうやってもう座ってるじゃないでしょこれ右半分乗ってるだけじゃんここの鉄骨に原作内でも CG だろうし浮いてるのは設定通りだよなるほどね怖な押せな俺は押さないだからお前も押すなサハラいるかあの,のがたい目立たないポーズしてる <laughs> 臆首者で、ポンコツで、最悪の最低な人間の石田さんが声も出さずに落ちていったはは <laughs> 許され、手合い可愛いい日だな。こ人ちゃん、可愛い,い。 なんでこいとちゃんだけ立たされてんだろノクチルみんな立ってん、座ってんのに。これ超巨人に見えない超巨人アンティーカーストレイライト。なんかオーストラリアぐらいの山をさ。ーはオーストラリアぐらいの山場をさ。立ってる巨人。 になってしまったあこれとちゃんちっちゃいもんなかわいいこのひななそのフォーム大変そうつま先立ちでしゃがんで結構プルプルしないこのポーズつま先立ちでしゃがんで膝の上に肘を置くで顔を置くみそうめっちゃこのフォームプルプルしそうやってみようできるかな俺 あ、俺、腕、足の長さが、あ結構楽だわ。<laughs> やってみたら思ったより楽だわあ。そんなきつくないわ。もっとプルプルするかと思ったけど。それなりに、それなりにプルプルしないわ。足が長え、あとひななの。カメラつけません。部屋が汚すぎまーす。えー、樹里ちゃんかわいい。 この衣装かわいいな。えあら暗い、この衣装ってあれなんだ全員こういう、全員こういうなんかあのジャケット系かと思ったけど、リンゼと、カホちゃんとジュリちゃんはギャルみたいな格好してんだ。ほえー。これ同じ衣装だよね。そうだよね。スカート同じだもんね。 マジでシャニマスのアイドルありえねえぐらい足投げような同じシリーズ同じシリーズだよねえこれギャルギャルみたいっていうかフォークラはギャルだしな <laughs> ギャルシリーズとこのジャケットシリーズがあったんだ同じ全員ジャケットかと思ってた俺フォークラチョコちゃんしか持ってないから知らんかったえー、シーズはまだそっか2曲目がないから足長っ腰の位置高っどうなってんだよほぼ足じゃん シャニーの絵マジで足長いよね。なんでシャニーの絵ってこんなに足長えんだろう。俺の多分16倍ある。ミコちゃん。なんでシャニマスってこんな足長えんだろう。ミコに関してはちょっと違和感あるぐらい長えよな。ヒールも履いてるし。 川口の体はカービィかなんかかなん俺そうだよ。俺に一番似てるゲームのキャラクターって言ったら、星のカービィって言われてるからね。ペポー語尾がペポだし、俺。のぞみみず水おさんのフォロワーも1.8000超えてるのすごすぎ。ず水おさんのフォロワーも1.8万人超えてるのすごすぎ。へーアイマスの世界にようこそしたみんな。キスイ。キス アイマスの世界にようこそしに行ったのかみんながやっぱアイマスってすごいなイェーイヤやばアイマスってすごいなマジでそう考えるとし、ま、下人だとしてもそれだけ増えるんだな下人下人言われ続けてももかそんなに 川口もようこそされるしかない。されようかな。作ったのが、発表の前日だったような。あ、そうなんだ。でも、それで400人いたんだ。すごいね。その400人は何者なんだふん <laughs> <laughs> 察したぜかな。それもようこそされば、フォロワーが1万人増える俺も一応、あの、絵では、入り込もうとしてるんだけどな。アイマス絵師として。 俺も人気合いませしになろうと、日夜努力しようとして書くよ。完成させてギミギミに続く第二の男として。<laughs> ネミマジで。全然進んでない。<laughs> 髪と髪と肌と。 ちょっと塗っただけでマジで進んでないこの1時間何してたの俺眠くてやる気が起きねえですタイめぐみとめぐみとマジで海見間違えようかな俺もじゃあ せっかくだしあ眠っ今寝,寝てたわ何天気いつから書いてるのいつから書いてるんだろうもう1週間ぐらい前から書いてるんじゃないなんか落書きで絵を描くハードルを下げようみたいなこと言いながら多分1週間ぐらい書いてる やっぱり絵をコンスタントに上げていって絵を描くヒアドルを下げることが大切ですって斉藤直樹が言ってたからっていう理由で書き直してたっけそういう理由で書こうと思って書き始めたのにもかかわらず全くと言っていいほど先が見えません13日の金曜日からもう1週間になっちゃうじゃん1週間以上か 困りましたね。今寝てました。危ね超眠い。リゼロの話もっとしたかったんだけどな。まあ言うてする話もそこまでないんだけど。ね。言うてそこまで話す話もないんですけど。まあ。うーん。<laughs> まあ、レムちゃんが可愛いっていうことと。 俺結構あの金髪の子も好きだからもっと活躍してほしいな日記ではああ眠っ寝てた危ね寝よダメだ寝ちゃうわまあ今俺が椅子をのなんだっけこれ後ろに椅子を後ろに倒して横になってるのが悪いんだけど でも眠いいから仕方ないよねリクライニングか椅子のリクライニングを横にしてしてしまっているせいで俺は眠くて眠くてたまらんじゃあ寝るねみんなちょっと今日ごめんマジリゼロ全部ぶたせいでいしっ2時間たった,ったあのー、松屋で牛丼買ってきて食べた おやすみなさい。ごめんなお<つ>本当トはもっとやりたかったけどちょっと今日リゼロ見たせいで3時間しか眠れなかったからもう限界だまたな明日は明日こそもうマジでやることないからお<つ>明日はもう丸一日よ朝から起きたらもう起きたとたからぐちゃぐちゃに配信しようぐちゃぐちゃに何しよっかな 期待しないで待っとくわ。<laughs> そうだね。こうやって言うと、あのできなくなった時に困るから。朝配信待機しとくぞ。何しようかな眠りで、ま。どうせ寝て終わるだろう <laughs> どうせ寝て終わるな。でも今寝たらめっちゃ早く寝、ね、る。今何時12時前でしょ。10時ぐらいまで寝るじゃん。12時ぐらいまで寝て、12時間しっかり寝て。 俺なんかやりたいゲームあったんだよなんだっけあ、タルコフでもまだイカが変わねえんだよな、タルコフ。タルコフやらせろや。早く。タルコフやってみようかな、もう。そもそもこの後寝ないからね。漫画読んでたら朝になるよ。<laughs> いやマジで今眠い。漫画をよいよ読むよいよいもよ。<な>えー、頑張れ。 君ならできるよ。できるできる、君ならできる8時に起きても8時間寝れるぞ足りねえなもっともっとだ12時間ぐらい寝ねえと物足りない体になってんだって俺は。今日 そうさいっぱい今日3時間しか寝てないからさそれのあとってっっすげえ寝るのよ寝消化しなきゃいけない寝だめはできないけど寝消化をしなきゃいけないからよろしくそれじゃあまたねまたねー今めぐみの真似ねお疲れ様でしたおやすみなさいおつ